皆さん、こんにちは。今回は、ポーション用手武器強化素材について解説してみたいと思います。私自身は、ほとんど両手武器を使うことはなくなったのですが、スカイリムがリリースされた当時は、一撃の強さ、力強さ、格好良さといった点で両手武器を愛用していました。フィニッシュムーブが何よりも格好良いのですよね。こんな感じに魅力的かつ、近接戦士の代表格といった両手武器なのですが、モーションが遅いこと、敵のパワーアタックによるひるみを受けるとモーションが中断されてしまう、といった不利点で疎遠手になってしまいました。それでもやはり格好良さゆえか、オブリ時代の武器をテス、5で蘇らせた CC コンテンツでは、片手武器や弓と比べると、かなりの数の両手武器が追加されています。オブリ時代のファンタジー世界派、まだまだ両手で扱う大きな剣を振り回す騎士のような世界観であったのか、CC コンテンツも現実世界の十字軍を彷彿とさせるような騎士剣が多い印象でした。では始めたいと思います。まずは、ドラゴンズ、タングこと、竜の下です。こちらは、以前に解説した素材で、イーストマーチ地方の温泉地帯に多く見られる黄色い花です。カイネスグローブからダークウォータークロッシング、あるいはカイネスグローブからリフテンへ通じる主要街道でもムザルフトあたりまで葉多く見られます。なので、入手性はとても良く、今回の素材の中では、汎用素材になりうると思います。両手武器スキル強化の効果派、第4効果であり、知っていないと使い物にならない素材です。次は、原版名称エンペラー、パラソル、モスこと、皇帝笠岳です。皇帝笠岳の4つの効果派、敵のヘルスへダメージ、マジカ最大値の強化、ヘルス回復率の強化、両手武器スキルの強化、となります。採取方法は、ソルツハイムに見られるタレゴケを取ると採取できます。割と簡単に発見できる場所としてはテルミスリンのキノコハウス周辺に生えているジャンボキノコがあり、それらに垂れ下がっています。ただ、50個とか大量採取できるわけではないので、テルミスリンに来るたびに、ついでに採取していくといい感じです。なので、入手性としては、普通といったところです。両手武器スキルの強化の効果派、第4効果であり、知っていないと使い物にならない素材です。なんだか、両手武器スキル強化の素材派、第4効果のものが多くて、なんだか、ないがしろにされている感じですね。次は、フライ、アマニタこと、ベニテングだけです。こちらは、以前に解説した素材で、木々の根元、あるいは洞窟系のダンジョンに生えています。入手性は良いと思います。両手武器スキル強化の効果派、第2効果であり、知っていないと使い物にならない素材です。次は、トロール、ファットこと、トロールの死亡です。こちらは、以前に解説した素材で、トロールを倒すと採取できます。長序盤派、トロールのヘルス自動回復にこちらの DPS が間に合わずに苦戦すると思うので、錬金素材回収が目的の場合、採取が容易になる派レベル10を超えて、通常攻撃で比較的簡単にトロールを倒すことができるくらいになってからだと思います。トロールの生息数は熊と同じくらいの生息数だと思うので、入手性は普通か、ちょっと悪い感じです。両手武器スキル強化の効果派、第2効果であり、知っていないと使い物にならない素材です。素材解説は以上となります。バニラ素材であると、たった4つくらい、CC コンテンツのものを入れても、6つくらいなので、なんだか、少ないですね。CC コンテンツでは、両手武器強化の素材派3つ追加されたので、ちょっとした救済措置ですかね。汎用素材としては、入手性の良い竜の下をベースに、ベニテングだけ、といったところでしょうか。レベル10以降にもなれば、ソルツハイム船賃もあるでしょうし、トロール討伐も困難ではないので、両手武器での戦闘で旅をする人派、イーストマーチで竜の下を大量採取しておいて、旅先の錬金ショップなどで、皇帝笠岳やトロール油と調合しておくといいかと思います。ここで、強化ポーションを試作してみたいと思います。
私の現在の錬金レベルとして派、錬金スキル79、取得パーク派、錬金術師ステージ4、錠剤、事前、毒物、となります。錬金スキルレベルによるポーション作成能力の上昇派、錬金レベル79なので、39% アップとなります。エンチャ装備やモッド装備派着用していない状態です。結果として派、60秒間、両手武器によるよダメージが 50% 上昇する、というポーションができました。比較として、カジュアル錬金を想定した、錬金スキル25、取得パークなし、エンチャ装備なしのキャラで試作した結果派、60秒間、両手武器によるよダメージが 18% 上昇する、というポーションができました。毎度ながら、カジュアル錬金であると、情けないポーションです。ちょっと試しに、旅の中盤くらいで、錬金アップのエンチャ装備を2つか、3つくらい入手した状態を想定して、錬金ポーション 50% アップの装備を着用して試作してみます。結果として派、60秒間、両手武器によるよダメージが 27% 上昇する、というポーションができました。やはり、ベースのカジュアル作成のポーションの、ちょうど 50% アップのものが生成されました。もうちょっと終盤で、4つくらい錬金アップのエンチャ装備を入手した状態を想定して、錬金ポーション 100% アップの装備を着用して試作してみます。結果として派、60秒間、両手武器によるよダメージが 36% 上昇する、というポーションができました。カジュアル錬金にエンチャ装備のみだと、終盤でもやっと両手武器のよだめ 36% アップのポーションなのですね。超錬金なしでの錬金というのは、果たして戦闘時のポーションとして役立つのか、ちょっと疑問の余地にありますね。もっとも、カジュアル錬金とは言っているものの、この私のキャラが毎度錬金レベル25なだけで、旅の中で今まで紹介したポーションを大量生産できそうなポーションなら30本素材入手制が普通くらいのポーションなら10本くらいずつ作成していれば、なんだかんだで、中盤でも錬金レベル45くらいに至っていると思うので、それなりに役立つポーションが作成できていると思います。最後にお遊びで、錬金ポーション 1000% アップのエンチャ装備を着用して、ポーションを作成してみます。結果として派、60秒間、両手武器によるよダメージが 198% 上昇する、というポーションができました。数字だけ見るとすごいのですが、100% アップで2倍のよダメージなので、198% であると、おおよそ3倍のよダメージであり、むしろ錬金スキル90くらいになったら、このくらい強いポーションが作成できても良いのではないかな、と思うのですが、時間制限も60秒間、という割と短い時間なので、ボス戦のような攻防であると雑魚敵や召喚された精霊などもいるので、3撃くらい武器を振り回して終わりなので、通常のよだめの3倍くらいでも、悪くはないかな、と思います。皆さんはどうでしょうか？今回は、ここまでとなります。ご視聴してくれた皆さん、ありがとうございます。皆さんにも、良いスカイリムライフを。